現在23歳サラリーマン5年目清掃業で働いているんですが、収入があまりなく残業しないと稼げない状況で転職を考えております。営業職はありでしょうか。また転職活動をする上で会社選びなどアドバイスよろしくお願いします。営業職ありでしょうか。いやいや別に構わないと思うんですけど、まあ、5年やってるんですよね。だから17、18ぐらいから、うんうん、これ何が聞きたいんですか。いやなんか結構科目に淡々とやる仕事じゃないですか、うん、それと営業って、うん、まあ、言ったら接客できるのみたいな部分じゃないですか、はい、物と向き合うんじゃなくて、うん、製造物と向き合うんじゃなくてどこまで行っても人と向き合う仕事じゃないですか営業って、うん、そこのスキルゼロな状態じゃないですか、はい、で別にその稼ぐっていう意味では営業職別にインセンティブの会社とかやったら稼げるとは思うんですけど、うん、ポテンシャルがあるのかっていうところを、うん、は気にはなりますけどね、うん、まあ、接客業から例えば経験を積んで話術とか磨いていって向く不向き判断して行けたら営業とかの方がなんか急にお金のことだけ考えて営業って言っても逆に今まで立てなかったらお金も結局もらえないんで、うんうんうん、とは思いますけどね。で営業職って結構インセンティブとかで稼げる会社って最初の初任給安かったりインセンティブ以外の科目めっちゃ低かったりするじゃないですか、まあそうですね、なんで結果出さないともしかしたら今と変わらない月収の割に努力だけはしなあかんくて自分ができひんという現実を叩きつけられて精神的にも厳しくなるっていうのがなんかあるんちゃうかなって。なるほど、すごい読みますね。この人が あまり、うん、なんだろう優れていないという前提の話です製造業だから、はいはいはい、の人と関わってるんでコミュニケーション力はどうって言われたらやっぱり違うんですよ。全然やっぱ低いんですよ。そういうことか。それが低いことが悪いわけではなくて、うんうん、いらないところで違うこだわり、うんうん、やっぱ職人気質な部分が、まあ、慣れてないっていうところもありますよね。そうで5年ですからね、うん、5年やっぱりそこの環境の中でいるってなると思ってる以上に多分世間はコミュ力高いです。なるほどね、うんうん。